県連 NPO 代表の工藤康です。皆さんこんにちは。今日はですね、私たち県連 NPO が3回目のですね、日本の市民社会についての議論を行っていきたいと思っております。で、今エクセレント NPO を目指そう市民会議がですね、第2回のエクセレント NPO 大賞の募集をしています。で、私たち県連 NPO は、その事務局としてですね、この賞のお手伝いをさせていただいているんですが、これを一つの契機にしてですね、日本の市民社会という問題をもう少しきちっと考えてみようということで、この間議論を深めてきました。そして今回はですね、まさにそのエクセレント NPO 大賞、エクセレント NPO って何なのかということについて議論をしてみたいというふうに思っています。ということで、今日もスタジオにですね、3人のゲストをお呼びしております。まず国際交流基金の顧問で第2回エクセレント NPO 大賞の審査委員長でもある小倉和夫さんです。小倉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして続いて日本 NPO 学会会長の、そして現 NPO の理事でもあるんですが、田中弥生さんです。田中さん、よろしくお願いします。そして最後にですね、法政大学名誉教授の山岡義則さんです。山岡先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まず早速議論を進めていきたいと思っておるんですが、今私たちはこういうエクセレント NPO 大賞のこういうふうな募集をしているんですが、そもそもこのエクセレント NPO って何なのかということからですね、ちょっと話を進めていきたいと思っています。これはちょっと田中さんにですね、ちょっと説明していただきたいんですが、どうでしょう。はい、エクセレント NPO という名称自体がちょっとなんだっていうところがあるんですけれども、実はこれエクセレント NPO に関してはもともと問題意識がありまして、日本に NPO 法が1998年にできて、市民が自発的に社会貢献活動やボランティアを営むための、それを促進しようという目的で作った法律で、まさに市民社会ど真ん中の非常に珍しい法律だと思うんですけれども、これに基づいて今4万8千ぐらいの NPO 法人がありますけれども、本来もっと地域社会とか、市民社会とつながりながら活動するべきなんですけれども、なかなかそうはいかない。例えば行政の下請け化の問題があったり、あるいは規律を書いた組織があったりということで、どうも目指すべきモデルがよく見えなくなっているねということで、だったらその目安を何かの形で示したいということで、作ったのが、まず定義したのがエクセレント NPO です。はい。で、その定義を申し上げますと、自らの使命のもとに社会の課題に挑み、広く市民の参加を得て課題の解決に向けて成果を出している、そのために必要な責任ある活動母体として一定の組織安定性と刷新性を維持していることということです。で、これ申し上げれば普通のことなんです、ごくごく普通の当たり前のことなんですけれども、今振り返って現状を見ると、この当たり前のことがなかなかいろんな理由でできていないということで、この原点に戻って、どうあるのかということを、研究者と、それから山岡先生たち、実務者と研究者と等で議論をいたしました、で、そこからですね、市民性と課題解決力と、そして組織の組織力、この3つを基本条件にしながら、33の基準を作りました、で、これがですね、総称してエクセレント NPO というふうに呼んでおります。今かなり難しいというかですね、課題についてちゃんとエクセレント NPO の構成について説明していただいたんですが、要するに市民なりその非営利の人たちが自発的にですね、社会の課題に関して取り組んで成果をちゃんと出すんだと、ただ口だけじゃなくてですね、それだけじゃなくてやっぱり市民の支持を得ているのかと、独りよがりではいけないのでということとか、あとやっぱりそれをちゃんとやれるような組織基盤があるのかと、ただそれは組織をただ維持するだけじゃなくて、やっぱり課題解決ができるための組織の刷新性っていうんですか、自己改革みたいなですね、そういう力もあるといいなと、僕はそういうふうにちょっと伺ったんですが、ちょっと小倉さんに入る前に、山岡さんどうですか、ちょっと NPO ちょっと研究されて、今のこの田中さんの意見に補足するときがあれば、まさにその通りで、NPO って本来そうだよねと、だから NPO が本来の NPO であるためにと
ということで、特別にいい NPO というよりもですね、やっぱり本来の NPO の持つ社会的な役割をきちんと果たしている NPO というのをですね、全国に普及していこうと、その普及するための一つの基準であるというふうに考えております。で、だんだんとりあえず NPO っていうのがたくさんできて、で今NPO っていうのは、これは NPO 法人を中心に構想されてますけれども、これからの非営利セクターっていうのは公益法人改革の中でですね、新しい一般社団法人とか、その中から公益社団法人、公益財団法人、そういう一般法人、公益法人という新しい法人も非営利セクターの大きな担い手になりますんで、そういうものも含めて NPO というふうに考えた方がいいのかなと、ただこれはやはり NPO 法人を基本的にはモデルにしていますけれども、日本全体から見るとそういうものまで広げてですね、やっぱりそういうものも含めてこういう目標に向かって育っていくといいなというふうに思っております。小倉さんは審査委員長で、でもその前は国際交流金でね、いろんなその日本の市民社会なり文化でいろんなところをサポートしてきた経験があるんですが、こういう去年一回やってみてですね、何か感想っていうかどうでしょうか、どうでしたか。私自身実はね、この1年半その巨大な NPO のその勤めてましてねその NPO の名前はね、東京オリンピック2020年で招致委員会これは NPO なんですね、はい、それで、ね、その半分笑い話として聞いていただきたいんですけど、エクサレントっていうことを言った時に、で人間でもですね、あの人は素晴らしいって言った時に、性格が素晴らしいのか、それとも業績が素晴らしいのかね、この両方があれば一番いいんですけどね、やっぱり2つに分かれるんですよ、とかくね。で NPO についてもエクサレント NPO って言った時に、普通はね、いいなんか仕事してる、いい業績を残してるというのをね、とかく普通の人をパッと思うと思うんです。それはもちろんそれは結構なことなんだけども、今私たちがこの非常にこの気を配っているのは、立派な業績を出すためにはやっぱり組織的なね、ことがしっかりしてなきゃいけないというところで、そのじゃあどういう組織的にしっかりしているとはどういうことなのかということをね、山岡先生とか田中先生とかはじめとしてですね、いろいろ研究されたり、みんながこう経験者が集まってやってきたと思うんですよ。でその場合、ただね、私はそのちょっと問題はですね、ちょっと やっぱりね、その課題解決っていうことをちょっと重視しすぎたんじゃないかと、これはね、私は本来あるべき姿としてはその通りなんですよ、その通り、はい、だから今の日本の現状の NPO を考えた時に、あまり課題解決ということを前面出すと、ちょっとね、若干そこに問題があるんじゃないかと、私は感じてましてね、むしろ存在することに意味があるとは言いませんが、いろんな NPO が出てきて、そのお互いがこの絆って言いますかね、こう連絡し合ったりなんかしてね、活動していく、そのこと自体にね、意味があるというふうに考えた方がいい面もあるんで、その課題解決ってことはあまり正面出すのはね、いかがなもんかっていうのを1年過去この1、2年ちょっとね経験してみてね、思ってるところなんですがね。なるほどですね。今小倉さん、非常に今まで田中さんとか山本さんが言ったことをちょっと本質的にちょっと分かりやすく言ってくれたなと思ってね、つまりいろんな成果を出していろんなことを、いいことやってるねっていうんじゃなくて、いいことをやってるやっぱり組織がちゃんとしてるのかと、ということをちゃんと見ていこうっていう、意外に真面目な取り組みっていうかですね、非常に重要な取り組みだったっていうことを思うんですが、去年ですね、田中さんあたりどうでした、1年今回2回目になるんですけどね、見てやっぱりいい NPO って、いいっていうか、いい NPO ってのはやっぱありますか、日本の社会に。いや、ありますね、はい、でそれこそそれはね、その性格の部分は私は結構重視してたんです、もちろんその世の中を変えるような社会変革をするような、ものすごい大きなね業績を上げた NPO っていうのもあるかもしれませんけれども、むしろ私は市民性のところ、なんかより多くの人たちにの参加の機会を作ったり、あるいはその多くの人たちに支えられながら、一つのこう動きを作っていた組織については、これは
特に私は魅力的だなと思ったのは若い人たちですね、30代とか20代、うんうん、そこにその同じ集でもちょっと私たちの年代とは違う集まり方をして、うん、一つのうねりを作っているように見えましたね。そういう組織が、その一つ二つではなくて、ちらほらと関東圏関西圏あるいは九州にも出てきているように思いますね、うん、山岡さんは去年もちょっと審査に少し加わっていただいて、はい、どうですか日本の非営利組織ってやっぱりエクセレントということは何か違和感ないですか、それともいやそういう NPO がだんだん増えてきたなって感じですかね。いやエクセレントっていうのをねどういうふうに取るかだけど、うん、まあ、富士山の頂上のような、ね、うん、ちょっとイメージがあって、そう取るとね、まあ、この15年ぐらいの歴史の中で、うん、まあ、あるいは、まあ、80年代からその前史言えば80年代ぐらいからそういう市民活動が非常に活発になってきた中で、うん、その富士山の頂上がたくさんあるっていうよりも、うん、まあいろんなものがね、いろいろ立山じゃないけど、うん、いろんなものが結構多様に出てきてるという認識は持ちました、うん、それから課題解決もまさに課題解決をどれだけしたかっていう実績になりますとね、うん、まだまだそんなに世を変え世界を変えという実績はともかく、やはり社会に対する問題意識を提示してるという点で見れば、うん、結構小さな問題提起も含めて、うん、結構その社会的な意識を持って活動をしているというぐらいに考えればね、うん、かなり多くの団体が、うん、僕はそういう問題意識を持ってやってるんだなっていうことは、うん、分かりましたから、うん、まあ、そういう意味で、うん、やはりこう何がしか社会を、うん、変えていくんだっていうか、うん、社会の問題を解決していくんだっていう姿勢ですよね、うん、姿勢がやっぱり見えないと、うん、NPO っていうのは、うん、しょうがないかなっていう感じがします、はい、さっき小室さんおっしゃったのはまあ、課題に挑むんだけど成果を出すだけじゃなくて、うん、それを発見するだけでもいいしね、そうそう、その問題提起するだけでもいいし、なぜ私がそういうことを申し上げたかというと、はい、今日本の政治で政治って社会で非常に大きな問題はですね、はい、中間って私が言うところの中間層、すなわち政党とかですね、はっきりとした議会とか議員とか、うん、いろいろと市民との間をつないでいた労働組合とか農業団体とか教育関連とかね、うん、そういう団体の役割がね急速に減ってるわけですよ、うん、ね、で典型的なのがいわゆるその投票のために役立たないということはまさにですねそれなんですね、うんうん、つまりそこの穴を埋めるものは何かと考えると、それはやっぱりまさに NPO みたいなものがですね、うん、いろんな形が出てきて、うん、今までのような固定化したようなやはり農業団体だ労働団体だ農業団体だというようなものが政治と市民の間に入ってやっていく体制じゃない社会に日本が移行しつつあるのではないかと、まあ、多少ですよ、うん、はい、と考えますと、そこでいきなりその課題解決といってもねちょっと無理なんで、うん、今先生がおっしゃったように、うん、問題意識 の, その提示とかね、うん、その認識のを深めるとか、うん、そういうところ がまず主流になってても構わないんじゃないかという感じを私はちょっと持ったということなんです、うん、なるほどですね。ちょっとそこは後からまたちょっと僕聞きたいことがあるんですけど、うん、その前に僕は小倉さんで一番関心というか考えさせられたのは市民のね、田中さんおっしゃったんですけど、やっぱり市民にこう開かれてる市民の支持を得ていくっていう、それは NPO にとって当たり前だったのが、あまりそういうことに熱心じゃない NPO がかなりいると、でどうなってるんだと日本の NPO はっていう問題意識があったんですが、ただその NPO は市民に開かれてるだけではなくて、小室さんは NPO その市民として参加することで成長するんだっていう概念を評価基準の中に入れてですね、僕ども非常にもう目が開いたわっと思った感じなんですが、実際にやっぱりそういう環境とかそういう動きっていうのはやっぱりあるんでしょうかね。やっぱり市民として成長していくようなですね、そういうふうなインフラになっていくような組織、非営利組織っていうのはどうなんですかね、日本の。やっぱり市民にとってはやっぱり学習の場でもあると思うんですよね、だからその認識を深めるっていうのは、ある意味で学習してるわけですから、ですから問題を解決するためにはまず学習しなくちゃいけないものがたくさんありますからね、だからそういうところはね、私は温かく見ないとですね、いかんのじゃないかと思いますね、なるほどですね。田中さんどうですか、今ちょっといろいろ出たんですが、ちょっとこれは違うとかいうのありますか。違うというよりは、うん、まさにそうだなと思うんですけどもね、まさに学びの場、
というのを提供する方が、もしかすると非営利組織や政府に比べれば社会の課題を解決するっていうマグニチュードとしては圧倒的に小さいんですけれども、でもそこに参加の機会をいろんな形で作って学びの場を作るというのは、これは政府よりも圧倒的に NPO の方が効果的に仕事をしていると思います。でもう少し加えればですね、最近あの産業界を望む人材を大学が輩出できてないってよく言われるんですけれども、何が輩出できてないかっていうと、実はコミュニケーション力とか共感力とかね、課題発見力とかなんですよ。でもそれ私は大学で教えるよりは NPO でインターンやボランティアをして学んだ方がよっぽど効果的だと思います。まあ、そういう意味では非営利組織というのは意外に大事、 NPO はね大事なんだなと思ったんですが、あの山本さんもちょっとこの大政治時間がなくなってるんですが、組織的にですね、去年あの問題になったのはやっぱりまだまだ経営的に脆弱でですね、やっぱりお金という問題がないためにいろいろ問題があるような非営利組織も結構あってですね、それがちょっと今批判を呼んでいるような状況もあるんですが、やっぱり非営利組織のやっぱりこうなんていうか組織的な構造というのはまだ日本の場合は非常に難しいという局面なんでしょうか。これだけたくさんの NPO 法人ができて、でさらに一般法人というのが今続々と全国で出ておりますから、その一般法人まで含めるともっともっと裾野広くなるんですけども、そういうものが非営利の活動を続けていく社会的資源というか社会的基盤はできてないですよね。で特に地方行けば行くほど、財源は行政の財源になっちゃう。ですから何のことはない、別に第三セクターじゃなくて第二セクターの、第一セクターの、一部を代行してるだけっていうのがますます増えるわけし、それやってないと存続できないという状況の中でね、それをやりながらもなお我々は一歩行政の下請けとは違う何かをやるんだっていう意識を持ってほしいと思うんですよね。これ行政のお金はいろいろ使うっていうのはいいと思うんですけども、それしかも使えないという状況の中で本来の NPO 的な力が、作った時はね高い志を持って作ったにしても、数年やってるうちに、行政のお金でできることだけをしましょうと、一方はあと事業化っていうことでなんとか収益事業やりましょうっていうんで、頑張って社会的企業を目指すっていうのもあるけれども、基本的には株式会社とどうか違うのというような形で、一方では企業化し、一方では行政の下請け化して、本来の第三セクターとしてのコアになる部分がいつの間にか弱くなってる、そうならざるを得ない状況っていうのは、日本全国で見ればですね、大都市とかそういうところではちょっと違う状況ありますけども、地方行けば行くほどそこは難しいなっていうのを感じますね。はい、ちょっと第一セッション時間がなくなったんですが、実は去年第1回目のエクセレント NPO大賞やったんですけど、大賞は該当者がなかったんですね。ただその中でさっき田中さんおっしゃったように、市民とか組織とか課題解決のところに割りいい NPO があると、ということも分かったという1回目だったと思います。でこれがまさに今度第2回目の中で僕たちは非常に何を期待しているのかということを、次また話をしてみたいと思います。じゃあちょっとここで休憩を入れます。第1回エクセレント NPO 大賞を今回市民賞に輝いたユース43.11 代表の島田さんです。今回おめでとうございます。ありがとうございます。今回どうして応募してされたんでしょうか、してくださった理由を教えていただけますでしょうか。僕らは震災をきっかけに立ち上がった学生の復興支援団体なんですけれども、これから学生がこうやって社会に関わって、一人一人が主体性を持ってボランティアとして1週間のボランティアに関わっていくことで、本当にどんどん社会は変えられるんだなってことに気づいて、これからもこういった活動をどんどん東北だけではなくていろんなところに向けていきたいなと思って、こういう賞を応募させていただきました。ある種あれですね、次の段階にステップアップするためのきっかけにしたいってことですね。でも結構自己評価をしていただくということが条件になってたんですが、実際やってみてどうだったんですか。本当になんかいろんな項目別にそれこそ見ていかないといけなくて、まだまだ甘いところは本当に気づいたんですけど、逆にそういうところをしっかりやっていけば、団体って良くなるんだなってところは見つめられたりとか。なるほど、はい。じゃあ来年ね、来年というかユースフォー 3.1 って学生の団体ですから、これからどんどん皆さん卒業していってまた新しい人が来てっていうことなんですけど、今後の展望っていうんですかね、ユースの展望はどんなふうに考えますか。
それで学生で入れ替わるっていうのは弱いところでもあって強いところでもあるなと思ってて、やっぱりこう同じ人がずっとやってるといつまでもこの固定観念に縛られてしまう部分もあって、でも一方で逆にこう引き継ぎをしっかりしないとどんどんあのボロが出てしまうとか弱いところもあると思うので、きちんと守るべきところはマニュアルを作って引き継いで、逆に新しい人が入ってきたその新鮮な自分たちにしかできないことっていうのをやっていこうと思います。じゃあ最後に、このエクセレント NPO 大賞というこの表彰制度、あるいはこの基準について一言お願いします。僕からそんな上から言うことはできないんですけど、あのまだまだ僕らって発信できていない部分もあって、そうやってこう有識者の方とか著名な方々からあのアドバイスをいただけるすごい貴重な機会でもあるので、本当にこういうあの発信できる機会、またそれをあの見つめ直せる機会っていうのは本当にありがたいものだと思います。はい、あのまた来年も目指して頑張ってください。はい、おめでとうございました。次の今回のセッションはですね、日本の非営利セクター、まあ、NPO 含めてに何か新しい変化というのはあるのか、ひょっとしたらその今いろんな形で課題というものがもっと見えてきているんじゃないかというあの感じもしているんですね。で去年やったのコネクセントピオ大賞をやった時は震災 の、震災の時非常に大きな世界からも日本からも多くの寄付、またボランティアが被災地に集まってですね、その中でやっぱりさまざまな非営利組織ということが話題になる地域とちょうど重なっていくわけですが、それからそれがあのちょっと何て言うんですか、一つの山場を越えてですね、そしてまたその普通の形で非営利セクターの姿がやっぱりなかなかまた見えにくくなってきているようなちょっと気もしているんですね。でここあたりはちょっとあの小室さんからどうですか、今非営利セクターにですね、今日本の非営利セクターあのどんな今課題を感じてますですか。まあ、そのたくさんあると思いますけどね、まあ、私が一番この1、2年の間感じたのはね、やっぱ閉鎖的だと、極めて多くの NPO が閉鎖的だということを非常にショックを受けてるわけなんですよね。これはあの閉鎖的という意味はですね、要するに例えばいろんな外から そのアドバイスとか、あるいはその外の意見を吸収するそのシステムがね、できてないということなんでしょうけども、非常にね自分たちだけでやってると、で結構いい仕事をしてるんですよ、してるんだけどもいい仕事をしてるんだから、まあ、余計なこと言わんでくれと言わんばかりのですね、そういう感じが非常に強い、ことに非常にびっくりしてるんですよ。でこの閉鎖性っていうのをどのように考えるかですね、この閉鎖性にはいろんな理屈理由があって、例えばボランティアで本当に給料もなしにやってるような方々は、自分たちはもう本当に自分身を粉にしてやってるんだから、その、まあ、お前たちのはにはよくわからないはずだというようなこともあればね、いろいろありますけど、ここをどう考えるかですね。もう一つはね、やっぱり市民そのものが果たして自己責任を持っているのかと、いうことなんですよ。ですからね、このつまりそのなんとなくね、市民自体自身が何かやるにあたって、本来例えば選挙の結果そのものもそうですね、全て最終的には市民である国民一人一人の責任なんだという意識が強い強烈であれば、NPO を作った時にね、課題解決型にさっといくと思うんですよ。だけどその市民がですね、自分のその自己責任であるというその自己責任意識というものが乏しければ、NPO を作ってもね、結局友好団体的なものになってしまう恐れも非常にあるんですね。だから私はまあ見ててね、一つはその NPO 組織そのものの閉鎖性が意外と、意外とその現実にその仕事をしてみると、あちこちの NPO の閉鎖的なところに非常にぶち当たってですね、非常に困ったもので、そこが問題だと思いますので、もう一つは市民そのもののですね、自己責任の意識がないために、どうしてもね、その行政との関係とか、あるいは企業との関係とかでね、若干いろいろ問題が生じてくるというところがあるんじゃないかという気がしてまして、そこをどうまあ考えるか対処するかがね、これからのね、日本のまあ一つの、課題じゃないかと思いました。はい、あの一つの大きな問題提起だったんですが、田中さんどうですか。はい、あの今の2番目のところのね、自己責任の話はそれだけで多分1時間になっちゃうと思いますけど、でもおっしゃる通りで、この国の形が大きくやっぱりその人口動態も随分変わってきますし、大きく変わろうとしているときに、やっぱり自分たちでそれを責任を選択した責任をして、その分も負担をするっていうような意識を持たないと、多分不満だけが残っちゃう社会になると思いますね。それは一つの前提として、非営利組織の課題なんですけれども、私やっぱ規律の問題を挙げたいと思います。あのよくですね、黒いお金も善行のために使えば白くなるとかですね、グレーなものでもいいことのために使えば
それで浄化されるとかというような、うん、言い訳をして、それを受け取ってしまう団体というのは少なくありませんが、うんうん、それはその金融の言葉でを使えばですね、マネーロンダリングそのものであって、うん、やっぱそのグレーなお金の逃げ道ポケットを作ってるだけですから、うん、これはやっぱり許されないということを、うん、NPO 自身が身をもってちゃんと説明をしていかないと、うん、そのこと自体不信感を買ってしまうだろうと私は思います、うんうん、なるほど、まあ、ちょっと今厳しいというか課題をちゃんと出していただいているので、うん、ちょっとこの形でいきたいので山岡さん課題という点で感じていることは何でしょうか。はい、いくつかあると思うんですけども、うん、まあ、東日本の団体なんかもいろいろ僕らも付き合って今日も宣伝会に入ったところなんですけども、うん、そんなやはり人材の定着がね、うん、これはまあお金の資金の問題もあるんですけれども、雇用に対する感覚が NPO すごく弱いんですよ、うんうん、ですから僕はその NPO はもうちょっと雇用組織ですからね、うん、組織と個人というのは、まあ、雇用関係もあれば経営者関係もありますけれども、うん、やはり働く場としての非常にワーキングプアの巣窟になっちゃってるというでそれはまあ自己意思で やってるうちはいいんですけどね、いつの間にかそれが自分の意思と違う形でそうなってる人も、まあ、ボランティアっていうのは、うん、得てしてワーキングプアになっちゃうわけですけれども、うん、それでもやるよという意味でですね、うん、しかしやはりそれが人材が一つの組織で定着してなくって、うん、それがゆえに組織の中にノウハウが定着されなくってですね、うん、ミッションが達成できない、そういう意味で言うとせめてね、やっぱり5年や10年その団体でしっかり頑張って、うん、そして頑張ってる間はスタッフに対しては、まあ、生活がね維持できるだけの、そういうなんかワーキングプアの巣窟にならないようにと、うん、あるいは、まあ、ブラック企業じゃないですけども、うん、NPO の名を借りたブラック NPO がですね、うん、生まれないようにしないといけないんじゃないかって、うん、その辺を危惧してますけど、まあ、これはエクセレントの話というよりももうちょっとその底辺の部分だと思いますけどもね、はいはい、僕はですねちょっとちょっと聞きながら考えたんですが、非営利セクターが市民のこう理解なり支持を得るための努力をしているのかっていうのが非常に気になるんですね、うん、で僕はやっぱり被災地この前の震災の時はいろんな世界からもお金が流れてみんながこう期待したんですが、それに対してそのきちんとした総括なり何かはされてるんだろうかと。で僕はこの前のこのスタジオでどっか の山田町でしたっけ、はいはい、でなんかで岩手県のどっかで、はい、北海道で、ね、700万ぐらいのところに13億円出してですね、うん、それがもう当然ダメになっちゃって、それで今訴訟騒ぎになってて、つまり課題解決を担う力があったのかないのか、またそれ、まあ、それでもお金をそういう形で使ってしまうことに普通になってるのかとか、多分いろんな問題に関してこう市民のこう目が厳しくなってる時に、非営利セクターの中からこれはどうなんだろうっていうね、なんか問いかけが逆にないようなですね、ちょっと違うんじゃないかとか、なんかこういうふうな動きとか議論があまり出てこないような気がしてましてね、そこあたりはどうなんだろうか、あそこまで期待されてたことをやっぱり大事にするっていう、今すごく大きな局面だと思うんですが、ここあたりと皆さんどう、田中さん、山本さん、まあ、岩手県にはね、うん、山田町の問題以前に、うん、岩手 NPO センターというものが県の事業をやってですね、うんうん、いろいろ問題を起こして今、まあ、解散 して元の代表者をちょっと膨らましてますけども、そういうのが震災前にありましてね、うんうん、そのこともあって岩手県 NPO に対する信頼非常に、でそれは我々自身が、まあ、NPO セクターとしてきちんとやっていくべきなのかどうかっていうこともありますけども、うん、あんまり特殊会をね、うん、かなり僕は特殊会だと思ってです、場合はね、うん、それ両方ともね、うん、ですから、まあ、そういうことを起こらないようにするにはどうしたらいいかって、まあ、我々もいろんなそういう支援センターなんかの集会なんかでは、うん、意識化はしますけれどもね、うん、結構、まあ、ある程度はこういう社会ですから、うん、企業に限らず NPO であろうと医療法人であろうと、うん、社会福祉法人であろうといろんな法人が問題を起こすっていうことはあるわけで、どこまでそれをね一般的な
問題解決だから監督を厳しくしましょうっていう話でもないし、やはりそれぞれ ああいうことはならないようにしましょうよねということを意識し合うことが重要じゃないかなっていう、これはなんかNPO とか市民社会ってもっとオープンでね、いろんなことがあってもこう遠慮なく本音で議論ができたりとか、それで市民に対してもこう説明能力が高いとか、そういうことをなんか期待してしまうんだけど、田中さんどうでしょうか。そうですね、今の例がちょっと特殊会ではあったんですけども、やっぱり私は震災絡みで問題は広く起こっていると思っていて、例えばですけれども、緊急雇用対策です。これはいろんなところで被災地のみならず他の地域でも問題が起こっているということは NPO の関係者からもよく聞かれます。でこういった問題はやっぱりその自分の団体の問題だけではなくて NPO セクターの課題として、例えば NPO センターだと NPO 学会で、議論をした方がいいのかなと思います。多分ですね、僕 NPO はだけが問題だと思ってないんですね、ただここまで注目されて多くのシーズが非営利セクターに集まった時に、それに対して今までの弱さっていうものがね、いろんな形で見えてるんじゃないかというような気がしてたまんないんですね。だからここを契機にそれをこう改善して強くなるっていうことになればいいと思ってるんですが、小野さんどうですか。なんかあまり今の話っていうのはあまり関心がないところでしょうか。いや、そんなことはないですけど、僕はそのさっきもちょっと申し上げましたけどね、ちょっと過去1、2年そのスポーツのに関与しましてね、やっぱりいろんなその広い意味での競技団体のですね、ガバナンスっていうのがね、柔道の問題はずっとしましたけど、世間に出ましたけどね、広い意味でのガバナンスってね、いかにねその問題かっていうことを非常に強く感じたんですよね。でこれはなぜかって言いますとね、その多くのそういうその NPO が結局最終的には金の受け入れ団体に過ぎないと、極端のと言っちゃいますとね、もちろんそうじゃない立派なのもたくさんありますが、その金のばらまきと金の受け入れであると、さもなかれはいろんな人の、その人の連絡のですね、場を提供するというような機能を持っていると、で、そういう NPO っていうのは実際問題としてはね、日本に非常に数多くあると思うんですよ。で従いましてね、その我々 NPO を議論するときに、その課題解決型災害とかですね、あれ福祉とかですね、教育とか、いや、はっきりとした課題解決と連動した NPO と全然違う NPO、つまり現在日本の NPO が、一体どういうパターンのどういう NPO であるかということをもう一遍徹底的にね、ちょっと洗い出してみると、その各々の NPO を今後どういうふうに、考えるかということをね、回答が出てくるんじゃないかと思って、我々が一応想定している NPO というのはまさにこのエクセレント NPO というのはもうちょっとこう課題解決型といいますかね、そういうものを一応頭に置いてますよね。だから実際の NPO とはそういうものじゃない NPO がほとんどですからね、ほとんどというのはある程度多いわけですね、多い、非常に多いから、その NPO にはどういうふうに我々対処するんですかということを実は我々は必ずしも答えてないんじゃないかと、それにエクセレント NPO 標準でやれと言ってもそれはちょっとね、そう簡単にはいかんと思うんですよ。そこがね、どうしたらいいか、むしろね、なるほど、またその本質的にどうぞどうぞ、いや、たまたまなんですけど、今ちょうど分析を行っているところなんですけど、NPO ではなくて公益法人 で公益法人も最初から医師会とか業界型とか民間型とかってもう明らかに分かっているものに対して、あえてこのエクセレント NPO 基準を使ってアンケートを行ったんですが、明らかにやっぱ民間独立型は得点がの仕方が、回答の仕方が全然他の団体と違いますね。でそういう意味では性格の違ったものっていうのは意外とこれの回答の仕方で浮き彫りになってくるかもしれないですね。それは何どういうふうにそれを活用すればいいんですか、非営利セクターを見るときに。今の話は、パターン分けてこの基準をもとにして質問してみたときにどういう答え方をするのか、3点なのか2点なのか1点なのかによって、結構民間独立で頑張ってるか、そうでないかっていうのが意外と差が出てきますよ。なるほど、今課題がというかいろんな形でちょっと今重要な問題がいっぱい出てるんですが、逆にプラスの変化っていうのはないんでしょうか、この1年で何か感じないでしょうか。僕はさっき何て言うんですかね、小村さんが課題解決あまりだけにこだわらなくていいんじゃないかとっていう話を伺って、確かに日本の事情では本当に確かにそうかなと思ったんですが、今海外の
特に私たちもちょうど NPO も海外のいろんなこう会議に出るようになって感じたんですが、やっぱり課題解決っていうことに非常にこだわってるんですね、うん、だけじゃなくてインパクトでこう仕組みを変えちゃうとかですね、そこにいろんなこう IT のいろんな技術を入れたりですね、かなり実験なりいろんな動きが始まっ てですね、それが何か分かんないけど日本の方にもこう、まあ、アメリカでそう動いてるねみたいな話があって、これはどうなんですかね。やっぱりこう同じような市民社会で課題、うん、同じような課題を抱え、それはね、工藤さんね、ズバリ言っちゃうとお金の問題ですよ、はい、お金、アメリカでね、うん、課題解決のためのお金じゃなかったら出さないから、絶対に、うん、目的合理性ですもんね、なるほど。してお金の出し方が、ただね、ただですよ、はい、それはね、結果的に課題解決に、まあ、至っていないけれども、最初から課題解決、目的がないっていうのはまずいと思いますよ、うん、目的っていうのは結局、何らかの社会的な課題を解決するってことと表裏一体ですから、うん、そこのやっぱり組織の目的が明確であるっていうのは、まさにエクセレント NPO で解いてるところですよね、うんうん、そうですね、でも結果的にいろんなものがあるっていうのはいいと思います、うん、段階的に。あ、なるほど、はい。僕は市民社会創造ファンドっていうのを代表してるわけですけども、はい、まあ、そこでいろいろな企業とかですね、あるいは個人の寄付もありますけども、そういう資金をもとに市民活動を助成している、で、まあ、選んでいくわけですけど、やはり何よりもどういう社会問題解決してるかっていうのが選考基準の第一にいきますよね。あ、やっぱりそうなりますよね、うん、だからそれはそれに応募してくるような団体、毎年僕ら1000件以上の応募を見てますから、うん、その中で実際に助成できるのは100件ぐらいか、100か、まあ、200、300件、200件ぐらいあるかな、うん、地裁に入れるとね、うん、そういうのはやはりみんなそれぞれね、大きいか小さいか別としてコミュニティの中でやっぱり何をしないといけないんだっていう、うん、その意識がまずないのは助成対象にならないですよね、うん、そういう意味ではね、うん、僕は意識はあって、うんうん、大きい成果か小さい成果は非常にあれ途中かね、うん、途中かね、うん、だからそれは全体の NPO から見れば一部ですよね、うん、応募してくるっていうのはね、と今の話伺ってると、やっぱりこう課題に取り組んでるいい NPO っていいっていうんですか、うん、そこにお金が集まるような、やっぱりそこにある意味で そのお金を中心とし競争があるんだっていうことが日本でもあるっていう、うん、ある、うん、だからそれがもっともっと助成する仕組みが膨らんでいけばね、うん、いいと思うんですけどもね、うん、ただね、はい、私はその通りと思いますが、うん、ただ私は補足的に申し上げたいことはね、はい、今日本で非常に問題なのは社会的な信頼関係がですね崩れていると、うん、でも政党に対する不信、企業に対する不信、はい、組合に対する不信、はい、でいろんなところに対して教育委員会、労働農業団体、いろんなところに対してですね、うん、社会的な団体に対する不信感を市民というか普通の国民が、ね、非常に強く根強く持ちつつあると思うんですよ、はい、ですからその時にそれもちろん課題解決は目標として出しちゃいけないんだけど、うん、それに至る過程においてね、うん、NPO が社会的な信頼関係のを醸成していくように醸成することに役立つ面というのは極めて大きいんじゃないかと、うん、大きいんじゃないかと、うんうん、だからそこをね、その現在のような政治状況の下では、あるいは社会的状況の下ではですね、そういう信頼関係の醸成のために果たす役割っていうのは非常に大きいんじゃないかという気がちょっとしてるんですよね、うんうん、なるほどね。今あれですけど時間もちょっとないんだけど、一言でなんか補足できます、はいはい、ね、おっしゃる通りだと思うんですよ。ですからドラッカーというのは、ね、非営利組織は両輪だと言っていて、ね、一つは課題解決をすると、でもその課題解決のプロセスにいろんな人に集まってもらうとつながりを作る市民性創造、この両輪がなければいけないというふうに言ってるんですが、どうしても片肺飛行になってますね今、うんうん、なるほど、うん、分かりました。じゃあちょっと今非常に課題が浮き彫りになったところで、うん、ちょっと一回休息を入れたいと思います。今日は、エクセレントリピュー大賞、はい、課題解決力賞のノミネート団体、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、実際にこれ応募されようと思った動機は何なんでしょう。一つには私どもNPOは30周年ということと、それから理事長が変わるっていう節目の年にもあったので、一度きっちりとその我々の団体というものを自分たちで評価をしてみようと、でそれをこうどこかへかけてその周りからの評価も聞いてみようっていうことが一つの動機でした、はい、中でだいぶ議論もしましたし、それぞれがシートに書いてみて、違いをすり合わせたりとか意見を交換したりする中で、これからの何年かっていうのが見えてきた部分もすごく大変有意義な、はい、
公募だったと思います。ありがとうございます、はい、あの実はねかなりご自分で辛口でつけてらっしゃったんですよそれであの他の団体結構オール5つけたところがあるんですよって申し上げたら、あのそんなことありえないと。そうだそれは自己評価っていう意味で、うん、あの元々そういう発想なかったんですよね。まあ、あの別に言うとちょっと辛口につけすぎな部分ももしかしたらあったのかもしれないんですけど、それはもうあの我々の向上心が表れている。はい、はい、あの私たちはそこは高く評価させていただいています。ありがとうございます。ちょっとこの辺に賞に期待してる。そうですね、あのこれから のこの賞にっていうふうに言うと、あの最後のお話の方で、あこの賞自体もやっぱりこれから進化していくんだろうなっていうふうに思ったんですけど、あの楽しみでもあり、なんか、その1回目に選ばれたってことで光栄でもあり、ずっとあの進化をし続けていってほしいなと思いますね。一番初めにお話が、ね、あったやっぱり、市民社会を強靭なものにするんだっていうのは我々も同じ考えでずっと現場もやってるので、すごく共鳴させていただきました、はいはい、期待してます。これからもまた来年目指してよろしくお願いします、はいはい、来年また同じ作業をすると思うと大変だなと思いますけど、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ではあの最後のセッションに入りたいと思いますね。最後はですね、あのまさにそういう課題の中で市民社会を抱える中で、私たちがこの提起したエクセレント NPO という賞ですね、というものがそのどういう意味を持つものなのかと、あのということをちょっと議論してみたいんですが、田中さんどうでしょうか。一応、はい、賞の持つ意味は、うん、あの短期的な視点とそれから中長期の、うん、まあ、私たちの願望でもあるんですが、はい、その2つの視点から説明をしたいと思います。まず、うん、あの短期的にはですね、あの自己評価を普及し、うん、そして頑張っているところを見える化するという意味があります。それはどういうことかといえば、そもそもこのエクセレント NPO 大賞の応募要項が自己評価表彰になっています、うん、エクセレント NPO 基準に基づいて自己採点自己評価をしてもらって振り返ると、でそれで応募していただくということですので、うん、まずその自己評価ってどんなものなのかということを理解していただきたいということです。そしてさらに、新聞社の、共催を得て協力を得ていますけれども、それを自己評価を採点をしながら頑張ってるところを社会にもっと見える化しようよというのが、うん、これがの短期的な狙いでありますが、うんうん、中長期の視点から言えばですね、そういったその見える化を通してより多くの、 あの市民個人の人たちがこういう NPO とつながろうということで、つながりを持つ、そしてもっとつながりが欲しいということで、あるいはもっとその NPO、 あの市民と参加が欲しいという NPO との間に、市民との間にこう競争が起こって良循環が起こるような、それがあのもともと私たちが目指していたところであります。わかりました。あの多分あの田中さんがこの賞作りっていうか、まあ、その評価基準作りでかなり貢献されたんですが、あのちょっとそういう点で補足すると、まさにこの賞っていうのは市民賞っていうことと組織賞とそれから課題解決賞っていう、あの課題解決賞ですね、この3つがあの賞になってまして、この賞を作ったってそのものがまさに今非営利セクターに持っている課題だと、うん、つまり市民とのつながり、市民に開かれてその中でこう市民の成長するような場を作っているのかとか、課題解決ということに関してきちっと挑んでいるのかとか、それがそれを安定的にあのそれを持続できるような仕組みということが組織的にあるのかと、経営的にですね、でまさにその課題の中で一つ一つその非営利セクターというものがそれを乗り越えていくようなことを逆に言えばバックアップするという狙いもあると思っているんですが、山口さんどうでしょうか。ちょっと僕も説明してしまいましたが、はい、この賞の意味、まあ、賞の意味と、まあ、この基準ですよね、うん、はい、でやっぱりこの基準、賞があろうとなかろうとこういう基準がきちっと、うん、まあ、一回提示されてですね、うん、あの議論されて、で、まあ、自分たちもあのどういうふうな、うん、経営やっていくんだというような議論の時にですね、我々はこの点でこの分って弱いよねとかね、うん、そういうあの組織を見る目があの育っていくっていうことが、うん、こういう基準があることの大きい意味だと思うんですね、うん、でそれをまたあの賞とするかどうかっていうのは別の問題ありますけども、うん、まあ、賞にすることによってそういう、うん、この基準に対する認識を高めるという意味ではですね、うん、やはりあのただ本が出ましただけじゃ、うん、あの普及しないですから、うん、こうやって定常的に
毎年毎年ですね、こういうことだよね、こういうことだよねっていうんで、やっていくことによってこの基準自身が鍛えられていくっていうのかな、場合によっては途中で修正もあるかもしれませんし、時代の動きの中で、そういう意味で言うと一つの、まあ、こう我々がなりに作ったこの基準が、一つの、ものとして定着する上で、こういう賞のような形でですね、やるっていうことは非常に意味があるのかなと、思っております、まあ、ただこの3つの賞の関係をどうするかとかですね、対象をどうするかとか、そういう面で、現実的にどういうのがいいのかなっていうのは、いろいろ工夫があると思うんですけど、おっしゃる通りで、この賞の基準そのものがこの賞をやることによってどんどん進化して発展するところもありますよね、やり方たちが学んだりですね、ということがあって、非常になんか本当に真面目なね賞だと思って、僕も私は別に審査とかそういうの関係かかってないんで、横から見て非常に真面目だなと思ってるんですけど、小野さんどうでしょうか、こんな真面目っていうかですね、非常にこれ正当な、そうそう、真面目ですよね、まあ、それは何遍もね皆さんおっしゃってるように、やっぱりいい人をすればいいじゃないかっていう考え方っていうのは、まあね、一つの考え方としてありうんですけど、やっぱりいい人を本当に長い間持続的にやるためにやっぱり組織がしっかりしてなきゃいけない、組織がしっかりするためには自己評価をちゃんとかけなきゃいけない、じゃあどうやって自己評価するんですかといったら、やっぱりそこに評価基準がなくちゃいかんというわけですから、そういう評価基準をまあ普及して PR するにはやっぱり賞も大事だし、またそれをする過程で今おっしゃったようにフィードバックがあって、その基準自体もそのかなり進歩していくということがあると思うんですよね。ただね、これは直接的な目的だと思うんです、 NPO 対象となる事業所、実は間接的な目的はね、それはやっぱり NPO、 いい NPO を PR するわけですよ、だからそれは評価基準とは関係ないんですよ、偶然か、まあ、かは別として結果的にいい NPO をやっぱりエンカレージすることになりますから、同時にね、その NPO の活動の効率化への刺激になると思うんですよ、やっぱり市民性とか、まあ、いろんなところで賞がありますから、はい、それでその NPO のいろんな NPO の方が仮に賞を受けなくても、そういう効率化をしていただくための刺激になるし、もう一つは NPO そのものの、ね、社会的認知の問題があると思うんですよ、やっぱりね、それは知識人の方は NPO なんていうと、まあまあ、すぐお分かりになるかもしれないけど、なかなかね、大地英語だしね、英語なんて人もね、確かにこれはなんだっていうこともあるので、やっぱりいろんなその社会的認知、それを社会的認知をさらに超えれば、やっぱり法制や政策のあり方に対する参考情報を提供していく上でね、やっぱりこの賞のプロセスですよ、賞そのものの意味もありますよ、賞を審査したり応募したり、そのプロセスが持つ意味ね、それが大事だと思うんですね、いやエクセレントピューのこの賞、こんな体系的にですね説明していたの僕初めて聞いたというか、非常にすごいなって今思って聞いてました。田中さんどうですかね、まあ、この賞の意味もそうなんですけど、1回目やってみてですね、どうでしたか、今の小倉さんおっしゃったような、まあ、そういうことは、まあ、一応方向としてはスタートできたというような実感を持ってますか、はい、おっしゃる通りだと思うんですけれども、これから先は多分私たちの方の課題だと思うんですけどね、はい、やっぱ1回やってしまうとものすごいエネルギーを使うので疲れちゃうんですね。疲れちゃうんです。で本当はその賞をやった後にきめ細やかにフォローアップをして議論も小さくてもいいから続けていったり、あるいは応募してくださった方たちとに対応するってことをすれば、そこにプロセスは生まれるんですけれども、自己反省も含めて言えば、ちょっとそこら辺のきめ細やかなフォローアップがまだまだ私たち市民会議の方に足りなかったかなと思っていますので、そこはこちら側の課題だろうと思います、今まあ、でもそうは言っても田中さんたちは非常によくやったなと思ってましてね、やっぱり応募した団体に全てコメントを出すとかね、みんなにコメントを出して送ったりね、いやこれなんでこんな審査委員会ってのはまた真面目なんだろうっていう驚いたこともあるんですが、ただ私もちょっと表から見ててですね、この応募した団体がですね、またそのドラマがあって、この応募する際にみんなでこの評価基準をみんなで考えてみたりね、それで点検してみたらいろんなことが分かったとかですね、なんかいろんなドラマがありましたよね、去年で、私はそれ聞いてなんかすごいなと、で早速ゲノピオも合宿でやってみたら非常にみんながまとまりましたね。
これあっちの方がいいんじゃ、あっちの団体の方がこれ優れてるぞとかね、いろんなことをやったりしたことがありました。だからそういう意味では自分たちを知る、また変化させるなんか手段になったような気もちょっとしたような気がします。山本さんどうですか、何か付け加えることありますかね。そうですね、それとまあ、NPO とは何かっていう議論をする上の題材にはね、こういう、まあ、賞を批判するにしろ、これするにしろ、素材、議論の素材が社会で議論するための素材の提供という役割も大きいですよね。それだけにそれがもう絶対的に審査会で選んだのが良かったかどうかっていうのは、それはいろいろね、審査員が違えばまた違う結果になったかもしれないし、基準をちょっと理解を変えれば変わったかもしれない。だけどそういうことも通じて議論の対象、まあ、受賞団体の経営を見ながら議論の対象にしていく、そういうことがきちんとできるっていうのは大きいと思います。これだけの基準のもとで選んだのはこうだったということで、それはどういう意味があるのかと、いやちょっとそうじゃないんじゃないかと、いろんな議論の対象ができたっていうのは大きいと思いますね。この賞っていうのはなんかだから難しいですよね。難しいね、ある意味で。ものすごく難しい。だから難しいから、その非営利組織がこの賞を応募することによって、自分たちも自分たちの経営を見直しするとか、なんか良くなろうっていう、そういうマインドがないあるとぴったり合うんですね、この賞の感じに。でもそれないと苦痛です。苦痛じゃないか、結構作業が負担になる。負担ですよね。だからそういう意味ではこれを生かして活用してもらえればっていうような感じもあるんですが、田中さんからちょっと今度聞きたいんですが、去年1年間審査してみてですね、特に今年は今まさに応募を受け付けてるんですが、どういう点をこの審査の中で見てみたいとか、まあ、去年の経験を踏まえてですね、どういうことを期待しているかということをちょっと触れていただけますか。はい、まあ、前回1回目やってみても、ちょっとそのやっぱ評価基準直した方がいいかなと思うところもあったんですが、っていうのは大きな規模の組織がどうしても有利になってしまう基準になっています。でそこはもう少し見直さなきゃいけないと思いますが、やっぱりあるところ、例えばガバナンスの部分はまだ未成熟なんだけれども、でも市民性のところですごくピカリと光っているとかですね、あるいは課題の発見の仕方がとても鋭かったとか、大きくなくても未完成でもやっぱ光るものをうまく、なんていうか拾い上げられたらいいなと思います。それからもう一つは、今回は震災特別賞がないんですけれども、被災地ではまだまだ生まれたてですけれども、本当に新しい組織が生まれていますから、何かその方たちがちょっとチャレンジできるようなきっかけというのも作れたらいいなというふうに思いますね。去年はどうですか、田中さん、組織票がね、賞でこう結構いろいろありましたよね。つまりそのガバナンス問題で、結構チェックが厳しくて、いろんな形でやっぱり選考が苦労されたということも聞いたんですが、今年はそういう点では何か言いたいことがありますか。大丈夫ですか。もう少し具体的に申し上げればね、やっぱさっき申し上げたグレーなところ、あるいはその黒いところからお金をもらってないってことをちゃんと説明できますかっていうところで、大論争になったんですね。でここについては本来その団体に直接お話を伺い、うのがフェアだったと思うんですが、それができなかった代わりに私の方でお電話を差し上げて、こういうこともありましたということを説明しています。でそれに対して反発する団体もありましたし、よく分かったということで今年またチャレンジしてくださるというところもあります。でそのもらっていけない悪いという話よりは、やっぱりその自分たちとしてお金をもらうときにどういう姿勢でどういう規律を持ってお金をもらっているのかということを表に対して説明できるかどうかというところを求めましたので、そこができていればまた再チャレンジもしてほしいし、新しいところも応募してほしいなと思います、ね。はい、山岡さんはどういう人たち、団体を今回募集期待しているかっていうんですか。そうね、確かにね、田中さんおっしゃったように去年は、1回目でね、ユースフォー 3.11 はね、ちょっと特別の例で震災っていう状況の中で生まれたばかりの団体が市民賞っていう形になりましたけど、それ以外はまあ、みんな大体大都市の大規模な相当しっかりした歴史的にもね、そうですよね、そうなっちゃう、この基準でいくとね、地方の小さなまだキラキラとしてなんか不安定だけどもキラキラしてるのは
対象にならないよね、うんうん、あのなりにくいですよね、うん、そういう意味で言うとちょっと去年のまあ受賞一覧を見るとね、うん、ちょっと我々なんか出していいんだろうかと思っちゃうようなとこもあるかもしれない、うんうん、そういう意味で言うと、まあ、トップの頂上というか、うん、この幅広い部分の中からちょっとでもキラッとしたものを、うんうん、あのそうですね、なんとか賞じゃない、奨励賞じゃないけど出すとかね、審査員特別賞とかね、うん、審査員ね、うん、そういうのが必要なんだろうな、うん、だけどそれはこの基準真面目にやったら他というとやっぱり全然差あるわけですよね、うん、でもそこは ねまさに自己評価っていうのは、うんうん、満点取るんじゃなくて、うん、自分がこれやってみてこういう課題を発見できたっていうところが高く評価される、うん、そうそう、だけどその発見するまでには5年10年の活動をしたところの発見したのとね、うん、1年間やって発見したんじゃって違うわけですよ、うん、それとあのやっぱり非常にあの切磋琢磨して大都市であの活動している団体と本当にそれぞれのローカルエリアで、うん、あの1人か2人でボランティア団体、うん、程度でなかなか有給スタッフもいるかいないかというところでやってる団体とね、うん、違うわけですよね、はい、でその分ってのはこれはねやっぱり入りにくい、なるほど、その自己評価そのものがまだ自分たちでできないっていうね、はい、うん、だけどいい活動をやってんだよね、はい、いいセンスだよねっていうのはあるわけじゃないですか、ぜひそういうのをね引っ張ってあげて、うん、そうするかちょっと僕も、あの小倉さんどうですか、あの審査委員長ですから、あの最後の段階で登場してくる立ち位置だったんですが、あの見ててでもいい NPO が結構あって僕もびっくりしました。今年はどういう NPO に期待してるっていうんですかね、まあ、あのさっきね田中さんからまたおっしゃったようにね、うん、そのただ賞を差し上げるとかいうだけじゃなくてね、その後、うん、フォローアップがこの可能なような、つまりその、うん、我々とっていうか、まあ、審査をする方とそれから評価される方とがですね、うん、対話ができるような、うん、そういうようなですね形にね今後持っていけるとね、うん、手間暇かかりますけど、うん、それからそのなぜそうするかっていうと、これを続けていくと5年10年経つと、うん、第1回目で表彰された人がその後どうなったかと、うん、いうことをね検証していくことは私は非常に大事だと思うんですよね、うん、だからそういう方向にね、つまり対話ですね、うん、このなぜかというとやっぱり NPO 同士 の交流とか同士の議論とか交流とかって非常に大事な時代に突入してるんで、うん、まあ、そういう意味でね、まあ、フォローアップができるような、うん、まあ、団体がですね出てくると非常にいいですね、うん、なんかこう新しい、おお、こういう団体が出てきたかとかですね、やっぱりそういう期待っていうのはあの田中さんあります？あ、もちろんありますよ、うん、ただ面白いことにですね、うん、そういうあのなんていうんですかね、光るところって、うん、今自分の仕事を精一杯、そう精一杯でなんか賞取ってみようとかですね他から学ぼうとかっていうよりはもう今目一杯だと思いますよ。でもそういう人が出てくるといいんですよね、うん、そうですね、あのこれちょっとさっきもあったんですけど、今度去年はエクセレント NPO大賞がなかったんですね、うん、で2回目に出るとやっぱりその団体非常にすごく目立つような気がするんですが、そうなってくるとどうします？皆さんやっぱり審査は厳しくなるんでしょうか、どういうふうになって人、まあ、ちょっと小倉さんあたりはどう思いますか？まあ、要するにちょっとこの評価基準があまり立派な基準に、ね、なっちゃってるもんだからこれを、ね、適用した上で対象っていうのはやっぱりちょっと良心的に考えるとね、うん、まあ、審査員としてはちょっとためらいが出てくると思うんですよ、うん、これ全部100点、ね、近いものを持ってらっしゃる、うん、ちょっと対象とは言えないじゃないかとい う, こう批判が逆に出てきますから、うん、だからまあ、この基準をね、まあ、どの程度ね、まあ、うん、まあ、ルースって言うと申し訳ないけど、うん、ある程度こうソフトにね、うん、適用するかっていう問題と合わせて考えられたらいかんでしょうな、うんうん、なるほどね。あのエクセレント NPO大賞っていうあの僕たちが名を付けてやった以上、意外にこの重い課題がこの審査委員会にもあるような気がしてきたんですけど、最後に一言ずつどうですか、山岡さん。いや、僕もね、対象あの、まあ、3つの賞は別々にこう選びますよね、うん、まあ、大体分けてね、はいはい、3つの賞の中からまあどれか選ぶっていう形になりますから、うん、その市民参加の分を重視するのか、課題解決を重視するのか、うん、組織をしっかりしてるっていうのを重視するか、うん、まあ、3つ揃ったのがあれば、うん、いいんですけどもね、うん、そこでね、あの意見が分かれると思うんですよね、うん、何を一番重視、この3つの基準のうちのどれを重視するかっていう哲学が問われる可能性がある。どうですか、一言、うん、実はあの去年の受賞ノミネート団体から評価基準を
やっぱり一回いろんな方たちと話し合ってみてはどうですかということを言いました。ですから審査員だけではなくですね、もう少しこう対話の時間を持って対象というのを決めていくというのも必要かなと思いますね。なるほど、はい、分かりました。いや今年は第2回エクセレント大賞、本当にその審査の行方がどうなるのか、なんかワクワクしてきたって感じがちょっとしております。ということで今日はですね、かなり市民社会非営利組織の課題というかですね、これから日本は進む上で必要な論点がかなり出たなという感じを私はしております。この論点をさらに深めるための議論は現在の NPO がやっていきたいと。でそして今エクセレント大賞を応募しておりますので、皆さんにはぜひ公正な審査をしていただいて、また日本のさまざまな団体がですねこの賞に挑んでいただくことを私たちも期待しているところです。ということで今日はなぜ今エクセレント NPO なのかと題してですね、エクセレント NPO 大賞の審査委員会の皆さんと議論をしてもらいました。今日はどうもありがとうございました。